まあ、僕のその今年にかける気持ちとか思いっていうのがちゃんとファンサポーターの皆さんに届いてたので、よかったと思います。アビスパ福岡が5年周期というジンクスがあって、本当に今年必ず終わらせなきゃいけないっていう使命で福岡に帰ってきましたし、まあ、本当にそのアビスパ福岡の新しい歴史を作って強い福岡にしていくためには今年必ず残留してしなきゃいけなかったので、そこは本当に、良かったなと思ってます。僕は鳥栖から福岡に電撃移籍だったんですけど、そういう、まあ、なんで今更だとか、まあ、あんまよく思わない人も多分多数いたと思いますし、まあそんなの気にしてても仕方ないですし、まあ思ってる人は思ってる人で、勝手に思っててもらってっていう感じなんですけど、プレーで示すしかないと思ってましたし、まあそんなの、まあ僕にとってはどうでもよくて、まあ本当に福岡のためにというところだけを考えて、プレーしてました。チームに、貢献してるって思えるような評価をだったりっていうのをしてくれて、嬉しいところです。やりづらさはあんまり、感じてないです。それも、まあこう優しく見守ってくれる先輩多いので、あとはこう自分が、まあ、キャプテンらしくない、感じはあると思うので、こうみんなを引っ張ってってやろうっていうようなタイプでもないですし、アビスパは、みんなが、こう自立してる選手が多いので、こう、ただ、こう、一つの役職っていうポジションを与えられて、やってるだけなので。なるほど。はい。通常時間は短い中で、まあ、チームのためにプレーしているっていう姿が、まあ、ファンサポーターの方に少しでも伝わっていると思うと、すごく嬉しいですし、まあ、そういう姿を見せたいと思いながら、思いつつ日頃からプレーしているので、まあ、素直に嬉しいですね。まあ、3度、4度目か、昇格したのは。うん。で、3度過去に1年で降格してるので、うん、まあ、その時その時、必ず残留するぞっていう気持ちでもちろんやっていましたし、うん、まあ、僕以外にも、当時やってた選手はそういう気持ちでやっていたと思うし、まあそういう人たちの思いも汲み取って、今シーズン、最低限の残留っていう目標は達成できたので、当時頑張っていた選手だったり、クラブスタッフの方だったり、スポンサーの方だったり、そういう人たちにも感謝の気持ちを伝えたいです。